皆さんこんにちは。今回は2024年2月にバンコクに新しくオープンしたホテルモクシーバンコクラチャプラソンをご紹介します。マリオットグループが手掛けるこちらのホテル、実はタイ初進出でありながらモクシーブランドとしては現在アジア太平洋地域において最大規模のホテルなんです。ショッピングエリアに位置するので時間ギリギリまでお買い物を楽しみたい方にもおすすめです。新しい体験をコンセプトに遊び心あふれるモクシーらしさが詰まったホテルの様子をお届けするので、ぜひ最後までご覧ください。まずはホテルへのアクセス方法をご紹介します。ホテルは複合商業施設ザ・マーケットの中にあり、BTS チットロム駅からは R ウォークを通って徒歩約7分、スカイウォーク直結のエントランスからアクセスすることができます。タクシーや車の場合は地上階のエントランスからもアクセス可能です。エントランスからエレベーターで9階に上がると、鮮やかで遊び心あふれるデザインのロビーが広がっています。新しい体験がコンセプトになっている通り、ここではなんとバーカウンターでチェックインを行います。チェックインを済ませたらバーカウンターでおしゃれなウェルカムドリンクを楽しんでくださいね。それではここからはお部屋のご紹介です。まずはじめにご紹介するお部屋はモクシークイーンルームです。こちらはクイーンベッド1台のコンパクトなお部屋で2名様まで宿泊可能です。お部屋にはテレビ、ミニ冷蔵庫、ミニバーがあり、コンセントプラグがベッドの両脇にあるのも便利なポイントです。こちらは同じタイプのお部屋でベッドタイプのみ異なるモクシーツインルームです。先ほどご紹介したモクシークイーンルームと室内設備は同じで、こちらも2名様まで宿泊可能となっています。3名から4名様でご宿泊の方にはこちらのモクシーロフトのお部屋もおすすめです。お部屋にはクイーンベッド1台と2段ベッドが設置されていて、最大4名様までご利用いただけます。次にご紹介するのはモクシーコーナールームです。クイーンベッドのタイプとツインベッドのタイプがあり、角部屋の広めのお部屋となっています。お部屋の大きな窓からはバンコクのシティビューが楽しめます。最後にご紹介するのはこちらのモクシーデラックスルームです。リビングルームとベッドルームが分かれており、テレビも各部屋に設置されています。広い窓で囲まれたこのお部屋では SNS 映えするこんな写真も撮れちゃいますよ。ここからは館内の施設をご紹介します。汗を流したい時におすすめなのがこちらのジムです。無料の貸し出しタオルとお水があるのも嬉しいポイントです。またロビー階の共有スペースではビリヤードやエアホッケーも楽しめます。この交流の場でぜひ新しい体験を楽しんでみてください。またホテル内にはこんなおしゃれなミーティングスペースもあるんです。最後にレストランのご紹介です。天井が高く開放的な空間のこのレストランでは美味しい多国籍料理を楽しめます。天気がいい日はテラス席で過ごすのもいいですね。またお菓子や軽食は24時間いつでも購入することができます。今回は遊び心あふれるホテルモクシーバンコクラチャプラソンをご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。新しい体験をしてみたい方に特におすすめのホテルです。今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。詳細は概要欄からもご確認いただけます。それではまた次の動画でお会いしましょう。